今はどんなお仕事をしていますか？今までの仕事歴で驚くような経験談を教えてください。はい。私、大学生の時にコールセンターでアルバイトをしていたんですけれども、商品をご購入されたお客様がその商品についてよくわからないことがあるときに商品説明をするお仕事を、バイトでしていたんですけれども、そのようなお仕事内容であるにもかかわらず商品説明をしているうちにだんだんパンツの色とか誘導をされたりあとお家はどこなのとかどこに住んでるのとか待ち合わせするから来れないかいとかそういうお誘いがあって、それが本当にどうすればいいのかなって思いながらお仕事してました。そのようなお客様とカスタマーサービスの私がこう下着の話をしている時に、スーパーバイザーの方がこうフロアにいらっしゃるんですけど、その人がこう私とお客様の会話をこう監視役としてこう聞いてるんですよね。しかも男性が3人くらい私とお客様の話を聞いてて、なんか本当に恥ずかしかったです。パートナーは乗り気ではないのに、ふうかさんがエッチしたいとき、どういったアピールをしますか？カメラに近づいて可愛くアピールしてみてください。恥ずかしい。勉強もいいけど、エッチしたいな。そんなにお仕事をしすぎちゃうと、体壊すよ。ちょっと休憩しない？じゃあいいよ。お仕事しながら、ちょっと出してくれる？っていう風に、かな？何かパートナーが作業しながら、でもできることを提案します。一回作業を中断しちゃうとまた作業に取り掛かる時間とかがもったいなくて、だからもう流れ作業でできるよみたいな感じですね。